いぶ過ぎてしまいましたが、新年おめでとうございます。明けましておめでとうございます。新装の火曜日キャスターの上杉隆です。西谷由紀子です。ということで、はい、時間もったいないのでもうすぐ始めますが、はい、去年に引き続いて年を越してまたいでこの方がゲストです。はい、慶応義塾大学教授の竹中平蔵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柔軟な考え方ってすごいなと思ってるんですけど、逆に言うと日本ってそういう柔軟な考え方、サマータイム導入すらまだできなかったと。そうですよね。4月から、まあ、引き上げになる消費税というのがありますけど、マインドを冷やすんじゃないかと言われてますが、これについてはどうなんですかね。あのね、私はもう一回して消費税引き上げに反対でした、うん、理由は簡単で、これ消費税引き上げても財政再建できませんし、うん、社会保障も良くならないんです、うん、別の社会保障改革をやらないと、うん、消費税の引き上げというのはほとんど意味がないんですね、うん、ただこれ2012年の段階で、もう与党も野党もメディアも賛成して決めちゃったんですよ。それで内外に行っちゃったんですよ。でソクラテスはね、悪法もまた法なりって言いましたけどね、悪い意思決定でも意思決定は意思決定ですから、もうやるしかないんですよ。ということは毒灰を煽りながら今内閣に一部入っていったわけですかね。そうですね。だからね、はい、だからところがね、今度の予算を見るとね、安倍内閣ね結構考えてるんで、ちゃんと。そうですか。それは今度大体こう8兆円ぐらいね、3% 消費税を引き上げると8兆円ぐらい吸い上げるんですよ、はい、とかその分ね、補正予算で 5.5 兆円ぐらい返すんですよ、うん、でさらには他の本予算でもね、少しお金を出すようにして ね結構ね、その増税の効果を相殺するような手を打ってるんです、うん、衝撃を和らげる、和らげるような、うん、結構ちゃんと考えてる、はい、でただしそれでもね、4月6月はやっぱり落ち込みますよ。竹中さん、小泉政権時代一貫して、まあ、小泉さんがそうですけど、増税はしないという、まあ、その公約通り しませんでしたよね。増税しないで基礎的財政赤字を28兆から6兆まで下げたんですから。そうですよね。だから増税は財政再建の本質じゃないんです、うん、まあ、でもとにかくその民主党選挙の時決めちゃったから、もうやるだけで、うん、で私はまあだからそこはね、46がなんとかしのぐ可能性、46は悪いですけどしのぐ可能性があると思うんですが、うん、問題はやっぱり日本の経済を筋肉質にするためのその構造改革、うん、その岩盤規制を突破するためのやはり特区がうまく機能するかどうかとか、オリンピックに向けてこのチャンスを生かすための努力をちゃんとやれるかどうか、もうそこにかかってると思いますよ。なるほど。でもその岩盤規制、私もまあ記者クラブ問題っていうのは実はこれ岩盤規制の一つなんですよね。クルスオーナーシップとかそういうのも含めて放送利権なんで、でそれってやっぱり政治力をいろいろ使っても、いろんな方法を使ってもなかなか崩れないじゃないですか。それこそまさに岩盤なんで、